さあ今日はいくら集まるかな。いやもう3連敗だからね。15万負け。おはよう、マスト君。田村さん、おはよう。気合い入れていきましょう。気合い入れていきましょう。気合い。はい、森下さんはどつ。花火で今日の軍資金を。全負けだからな、全負け。今日こそ勝つよ、今日こそ。15万負けてるね。15万負けてるね。さあ、今日の軍資金、いくらになるかな。2万は欲しいね、2万は。2万は欲しいよ。平日に設定入れてる店なんかねえよ。土日は設定入れてないわ。どっちが正解なの？どっちが正解なの？土日に設定なんか入れてねえよって言われたのと、平日に言ったら平日に設定なんか入れてねえよって言われたんだけど、設定入ってないってことで OK？ 設定なんか入ってないってことで OK？その二つの情報を統合すると、設定なんて入ってないんだよね。あー、投げたんだ。うん。パチンコは勝てないが正解。正解だね。うん、俺、自分より鼻の高い日本人に会ったことがない。うん、自分より鼻の高い日本人に本当に会ったことがない。金土日は入りにくい。おお。石野に花火したか。バレーニョさん。試しに打っちゃったか。本当だ。花火打ってる。さあ、レクチャーありがとう。レクチャーありがとう。サンキュー。来たこれ、おら。バレーニョさんありがとう。いや、それ、石野だから。文句言う前に花火の一発でも上げてからにしろやって、俺言ってないわ。それ言ってんの石野だから。俺じゃねえわ。ワード2。ワード2、1000円来たぜ、おい。よっしゃ。旅前のケーキ漬け頼みますよ。旅前のケーキ漬け。よろしくお願いします。いいんだよみんな。10発サインでバコンバコン上げていいよ。完全に間違えてるぞ。完全に石野のコメントでしょ、これ。あ、今日は勝つよ。今日は勝つよ。確実に勝つよ。さあ来い、さあ来い。スロット行くぞ。頼むよ。頼むよ、みんな。鬼花火ください。鬼花火ください、鬼花火。うんこちびるぐらいの花火ください。あ、これ花火10発が限度なの。花火一気に投げんの、10発投げんの。引き際知れよ。勝つんだ。オッケー、シュワちゃん。さあ、奇跡起これ。まず俺はここでボーナス確定しないと、ホールに行けねえから。働けや。働いてるわ。配信業だ。は
働いてる。Now だよ、Now。働いてるわ。個人事業主だわ。あー、来いやー。日曜日に設定は入らんよ。引きゃいいんだよ引きゃいいんだよ、うん、平日にも入ってないよ設定は。いつも入ってないから大丈夫だよ。設定台掴んだことなんかねえよ設定と無縁の男だからね。引けばいい、名言で引けばいいんだよ設定を超えればいいんだよ。機械割りを超えていけばいいんだよ。機械割りの向こう側、うん、そう、事故ればいいんだよ。設定入ってたもの事故らないから。来い来い来い。煽りの BGM。 のぞみほんと配信、え、のぞみってこれあれでしょ、サメ島のぞみで合ってる、これリスナーさん、のぞみの、これのんたのぞみだよね。のぞみほんとパチンスロット配信の時ほんとに囲ってくれるよね。ほんとにずっと見てくれんだよ、のぞみ。しかもアンチコメ一切ないんだよ。応援してくれんだよ、のぞみは。演出来たら盛り上げてくれんだよ。これのぞみでしょ？これ本人だよね。あ、違うのかな？偽物かな？フォロワーが少ないから偽物かもしんない。そう、金さえ集まればあとは勇気と運で乗り切る。名言だね。目標金額3万でいこう。3万。スロット配信者、スロットライターだからね、俺。天才スロットライターだから。一回も勝ったことがない天才スロットライターだから。来い来い来い。ありがとう、ジェルデさん。スロット配信行きましょう。カモンカモン、花火カモン、花火怖い、花火怖い。一回は潰す勢いで勝ってほしい。風船ありがとう、風船ありがとう。来い来い来い。鬼花火来い、鬼花火。3万、3日バイトしろ。やだなぁ。バイトやりたくないんだよなぁ。なんでバイトしないといけないの？絶対嫌なんだけど。俺、プロ配信者だよ、プロ配信者。プロってるからね。稼ぐぜ。鬼花火待ちだから。クソだよ俺。配信が仕事だから。今働いてんだよ俺。仕事 now だから。仕事 now。花火連続100個来たら5万か。花火100発上がんねえかな。ボン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 って。風船ありがとう。花火怖い。花火怖い。上がれ100発花火。上がれ。上がれ上がれ。おい。ありがとう、風船。花火怖い。花火怖い。フリーランサー風船ありがとう。バジリスク打つわ。
バジリスク面白かったから。バジリスクだ。バジリスクでリベンジでしょ。花火大会見たいよね。和道川のね。うん。舐めてるよ。舐めてるよ。俺は。舐めてますよ。俺に説教しても無駄だからやめた方がいいよ。もう4年間やってんだから配信。絶対無理だよ。絶対俺を働かせるなんて無理だよ。今日行こうかなと思って。花火が3万ボーンってぶち上がったら。花火100発来い。死ね、死なないな。死なないんだな。死なない死なない。絆、絆打つ。今日の予算3万目標で今1000円だね。2発上がったから。今2発上がってる。ありがとうございます。弟子の一生配信見つけた？どういう教育してんだよ。ひどい放送。いや、めちゃめちゃ面白いでしょ、一生は。人気コンテンツでしょ。弟子ではないよ、全然。もともと仲間だよ。配信仲間だ。さあ、来い、花火。石野が苦し、石野が悔しがるぐらい花火が欲しいよ。石野がぐぬぬってなるぐらいの花火が欲しいよ。ちなみに FC2 時代石野どれくらい稼いでたかな ?2 ヶ月で30万くらい稼いでたかな、うん、めちゃめちゃ稼いでた配信者だからね。あと58発だね。うん、あと58発。来い来い来い。落ちぶれましたね。俺落ちぶれるほど成り上がったつもりないんだけど。落ちぶれるほど成り上がったつもり一回もないんだけど。成り上がったかな。落ちぶれるほど成り上がってないんだけどな。風船5個ありがとう。あざっす。花火買ってみた。爆笑。バスケさんいらっしゃい。花火はね、買っても意味ないの。俺に投げた瞬間に俺が喜ぶから。俺に爆投げして初めて俺を喜ばすことができる。買っただけだったら他の配信者に回っちゃうかもしれないでしょ。意味ない。それは望んでないから俺。それは望んでない。どうでもいい。俺にとっては。他の配信者に回る花火なんて知らない。お初です。石野というの仲いいんですが、一緒に生活してたことありますね。うん、アイテムの金でスロー行く配信と自分の金で行くスロー配信と出てくるコメントの内容が負け役すぎて面白い。文字打てばあと58発。打つか。打ちましょう。あと58発です。花火あと58発欲しいですね。花火あと58発欲しいですね。ぜひぜひ僕に花火をください。花火が欲しいです。
花火が欲しいです。安西先生、花火が欲しいです諦めたらそこで試合終了ですよ。花火が欲しいです。付き合ってくれたら花火あげたんだけど、愛子さんごめん、俺には大事な大事な彼女がいるから、条件を出して付き合うとかはないわ。俺のことが本当に好きだったら花火を今くれるはず俺のことを愛してるんだったら花火をくれるはずよ。ただ俺には大切な大切なハニーがいるから。あー惜しいね。ホラフキンちゃんありがとう、風船ありがとう。クラインのリスナー、俺のことを愛子ちゃんが本気で愛してるなら58発花火ボンってあげてくれるはずだよ。大好きな和道へっつって、カモン。飲んだの戻ったよ。さあ来い、奇跡起これ、俺を3万円くれ。あと58発の花火だよ。58発。スロのコンテンツ強いよね、みんな大好きだよねスロット、うん、そうなんだ。今年じゃないの、もうそろそろ出てくるはずだね。むしろもう出ていい頃だけど、なんで来年の、今年でしょ、もう出る。痩せたかな、82キロぐらいだったんだけど、75キロまで落としたから、痩せたと思うよ。
マジか。やっぱりこじると湧くな。まあ、しょうがないでしょ。それはさ、働いてる人たちからしたらさ、こんなインターネットやってさ、ねえ、お金稼いだったら、嫌味の一つも言いたくなるでしょ。資金繰りそんなにやばいの？いや、資金、スロットはもう自腹で打つの嫌だから、ね、スロットの時に支援ってもう告知するようにしよう。これはスロットに使うお金だよって。自分の金で打つのきついっていう。勝ったら支援者に還元するの？還元しないよ。しないしない。どうやって還元すんの？還元の仕方が分かんない。振り込むの？絶対嫌だよ。俺のもの。勝ったら俺のもの。風船100個ありがとう、バレニオさん。あざーす。自腹も切らないとリスナー納得しない。自腹もう切ってもう15万ぐらい溶かしてるんだけど、俺 15万ぐらい溶かしてんだもん。いや、すごい王様っていうかさ、だって勝ってないんだもん。15万負けてんだもん。もう無理だよ。無理無理。分かったよ。花火が2万円いったら俺も1万出すよ。それでどう？俺も自腹1万出すよ。花火があと2万円分いったら俺もリスクしようよ。それでどう？どうよ。俺もリスクしようよ。2万円と俺の自腹1万円。どうよ。それだったら納得できるでしょ。ダメ？ね、リスクになんないの？ え、じゃあ何が望みなの？何が望みなの？
俺もリスク背負うんだからリスナーさんもリスク背負うでいいじゃん。ダメ？そこは折半。じゃあ分かった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 。一号一号じゃなくて2万2万にしようじゃん。リスナーさん2万、俺2万。どう？じゃあ分かったよ。リスナーさんが出した分の倍、倍っていうか同じ額出すよ、俺も。それでいこうよ。リスナーさんが出した分の花火の数の同じ額俺も出すよ。それでいこうよ。眉毛を剃る意味が分かんない。誰が得するんだよ。それでいこうよ。ねえ、それでいこう。じゃあリスナーさんが3万出したら軍資金6万でいこうよ。それでいこう。ただ6万だ負けるだけなんじゃねえかっていうただ6万負けるだけなんじゃねえかっていう恐怖があるけど、それでどう？意味ない？何が意味ないの？そんなこと言うんだったらさ、じゃあさ、俺の金で打つんだったら俺のプライベートでやんだからお前らもリスク背負えって話にならない？何タダで見てんだって話になるじゃん。だから折半でいいじゃん。リスナーさんもスロット配信ね、見るんだったら半分出してよって。でしょ？タダで見るんだから。乗り打ち気味にしようよ。体張ってるだろ、もう。3日で15万負けてんのと。体張ってるわ。わかったよ。わかったよ、じゃあ。今日だけだよ。今日だけだよ。今日だけだよ。じゃあ、1万でいいよ。俺が2万出すよ。もう折れない。もう折れない。花火が1万上がった瞬間に俺が2万出すよ。その3万で確定。もうないよ。もうないよ。もうない。もうこっから折れないから、俺。1万上がったら行くよ、俺。2万手出しで行くよ。これで終わり。これ以外ない。1万分花火上がったら行くよ。もうこれ男気。無理。これだけだよ。これだけだよ。これ以外ない。それでいいだろ？だから俺がリスクもっと背負うだろ？ 1 万の、リスナーさんがトータル1万の、だからあと花火何発？花火あと18発？これでいいじゃん。18発。これ以外もう折れる気ないよ、俺。俺が2位出すよ。それでいいんでしょ？それでリスク取るじゃん。勝利を。勝利をね。1万は。俺もリスク背負うよ、じゃあ。リスナーの言う通り。フルは嫌だ。フル負担は嫌だ。一緒に負けた感じになりたいから。俺一人で負けた感じ嫌だから。一緒に負けよ。もう負ける前提。来た！コジコジさんアザース！あ、ひなただ。ひなたいらっしゃい。どうも。ありがとう、花火。いや、オスマン3じゃない。バジリスクだから。時代はバジリスクだから。まあ、オスマン空いてたら座るよ、じゃ。ありがとう、花火。あと何発だ？よっしゃ、行こう。じゃあ行こう。あと17発。
ベックさんおはよう。今日も勝負。毎日が勝負。あと17発です。ひなたありがとね。あと17発です。毎日がエブリデイだよ。毎日がエブリデイだよ。はい、若津、ほっこりお兄さんいらっしゃい。第1候補バジリスク、第2候補オスバン3、ダイヤ大穴で攻撃動態2。そうだよ、1人1000円でいいんだよ。おかるさんいらっしゃい。おかるさん、コメント花火じゃなくてね、本物花火が見たいな、俺。ポンちゃん花火が。本気で行こう、本気で。いや、いや別に物申してはいいと思うけど、そんななんか強く説教されるのはちょっと違うんじゃねえとは思うけど。あ、春のパン祭り、パンください、パン。パンアイテムください、延長チケットくれるって。パンもらえるはずだから、無料のパンください。延長チケットくれるって。パン来てるでしょ。パンください。みんなアイテムにパン、無料アイテム来てるはずだから。パンください。よろしくお願いします。パンください。別に物申すのは全然構わないよ、リスナーさんだから。ただ、スロット配信見たい場合は、ぜひアイテムくれたら嬉しいですね。ぜひアイテムが欲しいです。僕は今アイテムがすごく欲しいです。花火が欲しいです。はい、無料チケットありがとう。パンありがとう。パン、はい、延長チケットありがとう。ありがとう。やったー、花火ありがとう。アグリさん花火ありがとう。 Here we go。 パンも欲しいな。パンありがとう。いいね、ありがとうございます。一人パン3個。これ延長チケット何枚もらえるんだろう。延長チケット最大10枚か。延長チケット足りないんだよ今。頼む頼む。延長チケット何枚もらえた。 1,2,3,4。 パンください、パンをください。クロワッサン、これアイテム3つ揃えたらだ。メロンパンが足りないです。メロンパンください。ナツさん風船ありがとう。よし、アイテムありがとう。メロンパンの人、メロンパンください。なんか3つ揃えたら。3つ揃えたらいいんだ。メロンパンありがとう。クロワッサンもういらない。あとね、メロンパン4つとサンドイッチ4つください。風船10個マサヤン、ありがとう。メロンパン4つと、サンドイッチ欲しいです。メロンパンあと3つとサンドイッチ4つください。ありがとう。アイテムありがとう。クロワッサンしかない。あ、大丈夫だよ。なんかランダムらしい。俺もクロワッサンはいらないから、一人10枚までだから。クロワッサンの人大丈夫だよ。メロンパン3つとサンドイッチ4つ欲しいかな。お願いします。ありがとう。サンドイッチあと1個。ありがとう。延長チケットありがとう。サンキュー。ありがとう。あとメロンパン2個とサンドイッチ1個だね。ありがとね、みんな。延長チケット助かるよ。1枚50円だから、500円分になるね、これ。間違えた花火もください。ボタン押し間違えた花火もください。押し間違えろ。
よし、あとメロンパン1個。ありがとう。メロンパン1個です。あと、お願いします。メロンパン1個。おなしゃーす。お願いします。メロンパン1個、ありがとう。もう、アイテム大丈夫です。あとは花火ください。ありがとう、みんな。もういいよ。パン、大丈夫だよ。もうこっから先入らないから、俺に。もう、フル、マックス10枚分の炎上チケット手に入れたから大丈夫だよ。ありがとう。ありがとうね、パンくれた人。こっからあと花火だ。花火ください。花火あと16発です。お願いします。バーガープレゼントありがとう、ヘレン。ヘレン愛してるよ。花火1個ありがとう。花火1個ありがとう。Thank you。イレブンさんいつもありがとう。バーガー3個ありがとう。Thank you。たくみさんおはよう。軍資金集め配信やってます。頼むよみんな。おにぎりありがとう。おにぎりありがとう。センキュー。花火来いや。花火来いや。大丈夫？ビル・ゲイツいないの？ビル・ゲイツ。今日のビル・ゲイツ。今日のビル・ゲイツ来ない？今日のビル・ゲイツ。ゲイツビル。さあ来い。これってあれかな、打つなっていうことなのかな。今日やめとく？なんか流れ的になんか、なくない？なんか今日。今日やめとく？今日やめとかない？うん。もう旅始まるしさ。疲れるじゃん。明日旅だぜ。スロット打ってる場合じゃなくね？どうなの？やめよ。これ良くない。ギャンブル良くないから。ギャンブルは。やめよ。撤退。撤退しよう。撤退。普通に雑談を楽しもう、雑談を。これ難しいよ。今日は。流れが悪いよ。花火上がんなくね？これ。うん。今日はだから、スロット配信。うお、すげえ！ゆかりん団子すげえな。え？花火を、あ、なんだよ。騙されたよ。団子3個ありがとう。なんだ、びっくりした。団子100個かよ、と思って。びっくりした。うめえな、フェイント。フェイントうまっ、ユーカリン。びっくりした。花火100個かよと思って。思いっきり団子3個だったかな。そういう高度なテクニックもあるのか。騙されたわ、今。釣られたわ。すげえと思って。うまっ。うん、うまっ。そういう技もあんだ。俺寝てないもんだって俺。今日。眠いよ。眠い。寝てないんだもん。風船10個ありがとう。
花火師いないもんね、今日ね。今日花火師みんな休業中だから。ドンちゃんが。ドンちゃんみんな寝てるから。日曜日だしな。キッズしかいないよ。キッズしか。バジリスク打ちたかったけどな、絆。あれ、絆でも面白かったね、シンプルで。目押しも必要ないし。すげえ面白かったわ。なんか、なんつうの、もう引きゃいいっていう。で、爆発するかもよ、みたいな。あんなシンプルな台あるんだね。花火フェイクなら俺もやりましたけど。この間は儲かったの。また負けたよ。3連敗だから。3連敗。3連敗だから。ああ、疲れたな、今日な。何、やっぱり俺に水に切らない、水に切って負けるところが見たいの、みんな。俺に水にを切れと。一万すら価値がないっていうの。厳しいって。厳しいって。厳しいよ、さすがに。厳しい、厳しい。女の子配信者にパン投げた。いや、いいんじゃん、別に。俺もうパン10個手に入れたから。破産する和道が見たいんだろうね。多分ね。人生ダメになる、開示的なダメ男を見たいんだろうね。っていうか洗剤買わねえとな。家から洗剤がないんだよ、今。洗い物ができないんだよね。洗剤あるか見てくるわ。車で持ってけばいいの。車で持ってけばいいの。うん、カゴごと。持ってけばいいよ。面倒見たくないんでしょ、でも。BGM 切れた。
延長チケットは人に渡せないよ、うん、自分が買ったやつだから。延長チケットを人に渡すことはできない。まあ、今話に出てたと思うけど、うわ、いや生主の家に住んでるかどうかわかんないよ。わかん、それは知らん。俺はその辺携わってないから、うん、でも多分そうなんじゃないかなっていう、うん、予想はね。え、何？何？え？誰が生主の家に住んでるの？石野。うん。わびアイテムなら花火る、え？わびアイテムなら花火にしろよって思うよね。延長チケット使わないリスナー専門もいる？あー、これわびアイテムなの？わびアイテムではないんじゃないの？ただのなんかボーナスじゃないの？わびではないでしょ、別に。風船5個ありがとう。ありがとう。ていうか、大口の花火師ほんといなくなったよな。どこ行ったんだろう。全体的に花火が上がってない。あ、玉太郎ありがとう。玉太郎風船ありがとう。アビアチケット5枚。あ、それは意味ねえな。それはね、リスナー側も意味ないから、それは意味ねえわ、全く。配信やらないんだもん。そんなもらってもしょうがないもんね。確かに配信者だから気づかないけど、そういうのはあるよな。アベマ？あ、まあ、それくらいの赤字は食らうよ。それくらいの赤字は食らう、当然。しょうがないでしょ。あれ？いやいや、でかい企業だから。出ねえな。ドルさんお疲れっす。出ねえな。お、ブルーリーワードツー。出ねえな。トムの不正受給の件についてちょっと追及しようかなと思ったけど、出なかったわトム。なんかトムが生活保護打ち切りになったって言ってんだけど、絶対ないと思うんだよね。トムが生活保護打ち切りってこれ死ねって言ってるもんようなもんだからね。国は絶対そんなことやらないよ。うん、いや、トムにかけたの今。トムが生活保護打ち切られたって騒いでて、なんかアイラとかに50万くださいとか言ってんのよ。絶対ないよ。絶対ないよ。うん、いや、鬼畜でしょ。いや、追い込むでしょ。こんなクソみてえな配信してんだから。絶対ないよね。トムのこと生活保護打ち切るなんて絶対ありえないから。絶対ありえないから、もういつか暴露してやろうと思って、ひっくり返してやろうと思ってて。
だから俺追求しようと思ってんの。トムの最近のやり方はないわと思って。でもさすがに分かってるよね。俺生活保護詳しいじゃん。だから俺の電話見なかったよね。だから携帯電話今いじってたでしょ。そう、トム車椅子の今携帯電話いじってたけど嫌な顔してたもん。あ、和道の電話出たくねえわみたいな。すごい嫌な顔してたもん。逃げたな、トム。トムが生活保護打ち切られたお金ください配信やってんだけど、絶対ないよね。マスコミ動くレベルだよ。絶対ない。そう。汚ねえ配信者だよ、本当に。汚ねえよ、マジで。絶対不正受給だから。あれだよ、ボランティア団体のやり方と全く一緒だよ。ボランティア団体のやり方。だトムがさ、生活保護打ち切るって、イコールさ、医療費とか払えなくて死ねって言ってるようなもんじゃん。絶対にないでしょ。ありえねえよ。なんでそんな嘘を平気でつけるんだろう。欲を書いてるよ。停止はされてんの？マジで？マジで言ってんの？なんでだろう？収入があったのかな？なんでなんだろう？それマジなの？望みすげえ。ちゃんと詰めるところ詰めるんだ。すげえな。すげえな。マジか。なんで詰められたんだろうね。すごいね。やっぱ、望みすげえな。徹底的に裏は取るんだね。市役所にちゃんと問い合わせるんだ。探偵やった方がいいよね。探偵に向いてるよ。探偵に。ふわっちの収入、トムそんなにないぞ。収入があるんだったらランキング上の方に行くから。望みってどうなんだろうね。これサバーかなのかな。フォロワー数が少なすぎるから、本人なのかわかんないんだよ。ふわっちで収入あっても、トムが停止処分になるのって多分20万ぐらい稼がないと無理なんだよ。俺当事者だったからわかるの。その、打ち切りになる金額ってわかるんだよ。停止とか廃止とかになる金額。で、停止処分にはならないはずなんだよね。絶対おかしい。返還はしないとっていうのはあるんだけど、停止処分は普通にあり得るんだけど、じゃあどっから収入あったの？ふわっちからの収入だけじゃん。そんなんならない。絶対ならない。おかしい。結婚してるだったらあり得るね。結婚して奥さんの収入がっていうのだったらあり得る。あり得る。それはあり得る。その辺を冷たくない？でも真相を知りたくない？真相話してんのかな？どうなんだろう。いや、トムと直接話したらめくれそうな気はするんだよね。沖縄はあるかも。いや、生活保護制度地方にそんな格差ないっす。ローカルルールはいろいろあるんですけど、クレジットカード持てるとか持てないとか、細かいのはありますね。月ね、いくらだっけ？障害者年金一級。いくらぐらいだっけな。一級だといくらだっけ？12万とかだっけ？いや、両方もらえる。両方もらえます。トムの場合、両方もらってて、年金プラス、だからその、ふわっちの所得でっていう計算。いや、別に確認しようとは思ったよ。本人に聞いてみたいんだよね。直接めくりたい。障害者年金っていくらぐらいだったっけな。そう、覚えてないけど。2級が7万とかなんだよ。6万だか7万とかなんだよ。だからそれだけで生活するのはほぼ無理な金額。
まあ、キルいらっしゃい。今日はスロット無理だな。今日やめようぜ。今日やめようぜ。2ヶ月に1回13万。フグちゃんはだから2級なんじゃない？ 16 万5千円で。うん、2ヶ月に1回入るんだから16万5千円だよ。いや、一級どうだったかな？一級ってもらうの相当厳しいんだよ。身体でも精神でも。一級ってほぼありえないくらいの。でもまあ、トムは一級だと思うんだよ。フグちゃん二級でしょ？じゃあ、6万5千円で合ってると思う。コッペもふわっちしてたよ。コッペコラボしてるもん。コラボしたんだけど、全然チャンス逃して、ダメだった。コッペどころじゃない。あの枝とか戻ってきてんだよ。あの枝だよ。伝説のあの枝。まあ、俺の配信昔から知ってる人だったら知ってるけど、あの枝ね。超絶メンヘラ、カリスマ配信者。ビビったもん。あの枝もふわっちやってんだ、みたいな。枝タヌとかもやってるし、今だったら。もうニコ生だよ。ニコ生化してるもん。フグちゃんどうなんだろうね。いや、2級はね、取ってる人結構いるんだけど、フグちゃんは精神で取ってんのかな？何なんだろう。あの枝知ってるんだよ、たもの。俺、あの枝信者だったかんな。障害者年金は続行で生活保護は停止。そうだね、障害者年金は切られることないから。うん。2週間で50万。え、嘘？そんな取ってんの？マジで？フグちゃんってそんなに稼いでんの？マンスリー見てみようかな。フグちゃん。フグちゃん。あ、ドレさん今月稼いでんな。マジで？え、フグちゃんどこいる？え、今月じゃん、先月？今月フグちゃんいないよ。囲いの花火師。あ、まあね、人気あるからね。まあ俺フグちゃんは、あ、フグちゃん今そんな稼いでないよ。7万ぐらいだね、今月は。先月稼いだんだろうね、多分。今多分7万ぐらいだと思う。そうだね。普通に見えるけど2級って役所が認めちゃってるんだよな。いや、俺フグちゃんは精神病抱えてると思うよ。ただそれが2級かどうか。ね、バジリスク絆行きたいなと思ってるね。バジリスク絆行きたいなと思ってる。で、あわよくばワンチャンバンジョー3行きたいなと思ってるね。でも今日はダメっぽいね、なんか。花火が上がらない。あんまり求められてないのかもね。そう、スロット配信を。やめとけって感じなんじゃん。みんな的に。だって見たかったら投げるっしょ。まあでもね、なんだろうな。二級、障害者手帳と年金ってまた別なんだけど、入院歴があるレベルが2級なんだよ。ね、この間2万とか言ったかんね。なんだかんだね。まあまあ、しょうがないでしょ。飽きられてるっていうのもあるのかもしんないよ。他の配信が見たいっていうのもあるのかもしんないし。その辺は流れだから、しょうがないよ。バジって追い戦しないと無理でしょ。まあ前回2万でいけたからどうなんだろうね。ドレさんは俺より稼いでるでしょ。調子良さそうだよ。だからドレさん勢いあるもん今。
閲覧300だよ、朝で。完全に朝の帝王だからね、今。完全掴んだでしょ。あ、俺よく掴んだなと思うよ。朝絶対ダメだと思ってたもん。朝やめた方がいいっすよって言ったぐらいだもん。ゴールデンタイムやった方がいいっつって。もう完全あのポジションは揺るがないだろうね。もう朝は固定リスナーゲットしたから、朝最強の配信者になっちゃったよ。自分の強み、もう絶対負けないっていう時間帯手に入れたから。ドルさん面白いよ、めちゃめちゃ。その知識も経験も豊富だし、喋りもできるし。もう安泰だろうね。あの、閲覧300は。よっぽどことじゃない限り切らないと思う。うん、安泰。フォロワーどれくらいいるんだろう、ドルさん。フォロワーの数が気になるな。ちょっと待って、見てみるわ。フォロワー。え？フォロワー800人なの？え？嘘でしょ？フォロワー820人で300なの？やば！すげえな。逆になんでこんなフォロワー少ないの？おかしいでしょ？俺より1000人少なくて、俺の3倍閲覧稼いでんの？やば！何それ？どういうこと？いや、理屈的に合わないよ、このフォロワー数。なんだこれ？え、どういうこと？フォロワー800人しかいないのに閲覧300って本当にありえない数字だよ。何これ？どんな現象？いや、面白い面白い。俺も潜って聞いてたんだけど。何これ？なんでフォロワー獲得できてないの？なんだこれ？危ないぞ。これやばいぞ。これキープできないぞ。俺2000人ぐらいいってるかと思ったもん。うん。いや、不労所得に、あれだからね、後ろでこうやって太ももボンボン叩かれてたからね。トンって。いや、もう、いや、大丈夫だよ。いや、俺も苦しいんだよって言いながらこうやってトン。ドーンって太もも叩かれてたからね、ドルさんに。見えないところでこうバーンっつって、おやめろやめろワードみたいな、バーンっつって。めっちゃ太もも叩かれてたから、うん。資金集まったら今日打ちます、打ちます、もちろん。うん、あと16発ね。うん、アイテムパン1個。初見さんいらっしゃい、ライさん。楽しんでいってください。どうも。いやーもう、だから、あれだよ、不労所得の件については、タブーだよ。タブーだよ。ドルさんに、ボン、ボンって、やめろやっていう。牽制のパンチをもらってたの。配信外で。配信のカメラの映ってないところ。あれはだから、不労所得は確定だな。不労所得持ってますよ。冗談だよ。真に受けないでよ。冗談だからね。あんまり言うと、多分なんか、いろいろやりづらくなるだろうから、真に受けないでよ。おい、ワドが言ってたぞとかやめろよ。ドルさんとは一生付き合っていきたいから。そこまであり余ってる感じじゃないけど、食っていくぐらいはできるんでしょ。時間的な余裕、あのね、これね、俺金持ち界隈の逸話教えてあげる。あのね、格闘技やってたりとか、あの、ボディービルやるのってめちゃめちゃ金と時間がかかるの。だから、ボディービル目指してる人とか格闘技目指す人って、本当に資金繰りが大変なのね。だから、ある程度不労所得であったりとか、スポンサーをつけてないと、できない職業なの、まず。それが大前提だから。格闘技と、その、ボディービルとかっていうのは。だから本当に生活カツカツに切り詰めるか、アルバイトしながら。それかもう大型スポンサーがある程度いてる状態でじゃないとできない。それは鉄則。金かかるんだよ。そういう業界なんだよ。風船10個ありがとう。
でもドレさんの本音は引き出せなかったな。その配信者のなぜ配信にこう夢を見てるのかっていう、ドレさんはコアリスナーつけてるからいい感じなんだよね。にわかリスナーが少ないから。あ、最近でも湧いてきてるけどね、なんかアンチが。でもあのね、正直言ってドレさんのアンチとの絡み面白いんだよね。ドレさんが芸風かどうかわかんないけど、本気でピキってんのかわかんないけど、結構最近キレてんだよ、ずっとドレさんが。そのキレ方がやっぱ面白いから、あれアンチしばらくずっと湧くぞ、うん。あのね、ドレさん狙ってやってんのかわかんないんだけど、ドレさん結構ピキってるじゃん。和道ちゃんにもう一つぐらい肩書き欲しい。肩書き？なんだろうね。今日花火上がらないのは今日の天気が悪いから風邪ひいて明日のために支障が出ないようにっていう配慮。いやー、どうだろうね。干されてんじゃないの？もう、和道も。大型支援者離れてってるからね。いや、ドレさんは、どうだろうね。もう、だから、その、なんだろうな。頭はすごくいいんだよ。抜群にいいんだよ、ドレさんって。だけど、人もいいんだよ。だけどね、その、わからないよね。計算なのか天然なのかわからないところがドレさんの魅力だから。そう。本当にわかんないんだよ。うん。だから今日なんか、初めてトークしてみたけど、パンチドラッか本当なのかなって思ったもんね。あんまり会話噛み合ってなかったから。あれ今日パンチもらった日なのかなって本気で思っちゃったもん。今日全然噛み合ってなかったよね、ドレさんと俺のトークね。俺ドレさんの枠でね、あれ本当にこれ脳みそやられてんじゃないかなって思ったもん。ちょっとそれはぐらかしてるのかパンチもらいすぎてるのかどっちか分かんなかったんだよ。多分、はぐらかしてる方に俺はかけてるけど。うん、そこはドレさんの魅力だよ。いや、ドレさん素敵よ、うん。あんな素敵な笑顔ができる大人になりたいよね。おっちゃんに。だってドレさんってうなちゃんマンより年上なの、びっくりしたもん、俺。クエルボさんいらっしゃい。天然だよね。本人絶対否定するけど、天然なんだよね。そう、ドレさんって。チャーミングだよね。ああ、素敵なおっちゃんだよ。おっちゃんっていうか、おじさまだよね。だから、ドレ様っていう呼び方結構いいね。俺もドレ様って呼ぼうかな。うん。ドレさんは囲われキャラだよ。似合う。でね、引き当てさんっていうリスナーが面白いんだよ、ほんと。ツイッターがカオスなんだよ。俺、ほんとにツイッター追っかけてんだよ。リスナーさんで追っかけてんの、ほんと、初めてだよ。この人のツイッター、暇あったら俺、引き当てさんのツイッター見てるもん。ドレさん、知的だよね。そう。すごい面白い。ほんとに経験も豊富だし、面白いよ。引き当てさんが面白いんだよ、ツイッター。あれ、フォロワー増えるぜ、引き当てさん。もうね、超下ネタどぎついし、もうギャグがね、もうね、すごいのよ。基本下なんだけど、なんかね、最初はね、ちょっと大丈夫なのかなっていう、きつい下ネタだったんだけど、それキャラクターでやってるんだっていうのがだんだん分かってくるんだよね。面白いよ、引き当てさんのツイッター。もうぜひフォローすることをおすすめするよ。だいたいドレさんをいじってるか、引き当てさんは、あの、なんか自虐ネタをしてるの。すごい面白い。引き当てさんのツイッターな、最高なんだよな。一回会ってみたいんだよな、俺、引き当てさんに。引き当てさんの ID。いやー、なんとかうまく見つけて。俺のフォロワーにいますよ。俺のフォロワーから探して。引き当てさん面白いんだよ。固定ツイートも面白いもんね。固定ツイート読み上げようか。今日遊びに来た娘に、ママパパが好きなんだよって言われたけど、彼女いるしセフレいるし、こいつに肋骨ひび入れられたし、解放同盟に殴り込んで逮捕されたんだからね。お前から金踏んだくってやるって言われて、おしっこちびるところだったよんって
このツイッターがすげえ面白いのよ。元嫁さんとのなんか、やりとりみたいなのとか超面白くて。うん、最近面白い配信者増えてきて楽しい。この間のビギナーイベント本当、あ、そうだったんだ。ビギナー盛り上がったんだ。いや、これ、元嫁さんとのツイートが面白いんだよね。おしっこ、お前から金踏んだくってやるって言われて、おしっこちびるところだったよんって。面白いんだよ、これが。いやー、面白い。すごいよ。ヒアツさんのツイッターは面白いよ。おすすめです。フォロワー多分爆発すると思う。俺の予想。いつか注目浴びると思う。はい、ワトツ、カラスマルいらっしゃい。旅前夜祭だね。この家最後だ。旅前夜祭か。ワクワクするな。アドベンチャーだね。アドベンチャー。あら、犯罪者言うてたらブロックされるところはここですか？いや、別にブロックはしないけど。普通な人は、ブロック基準は読んでもらえれば書いてあるんで、読んでください。うん、別に犯罪者って言われても犯罪者じゃないからね。そうそう、スロー行きたいなと思ったけど、花火があと16発、4発だから、まあこれはなかなか上がらない流れなのかなと思って。ぜひあと16発か。あと16発よろしくお願いします。ご祝儀花火お願いします。ご祝儀花火。うん、いや別に犯罪者って言ってブロックした覚えは一回もないかな。うん、ありがとう！マヒルさんありがとう！ありがとうございます。またって言われちゃったよ。やだ。あんまり好きじゃない？うん。記事貼っても OK ね。あ、ブロックですね。はい。めんどくさいんで。はい、ブロックでーす。風船16個ありがとう。風船ありがとう。揃えてくれたんだね。ありがとう。てててててて、てれてて、てれてて、てれてて。うん、なんかリスナー増えてきたな。いや、NG でしょ。うん、めんどくさい。めんどくさいのは速攻 NG ですよ。するつもりもない、応援するつもりもない、アイテムをするつもりもない、付き合っていくメリットがある？ないでしょ。アンチコメント書く、フォローもしない、アイテムもしない、何なのっていう。今日はね、バジリスク打ちたいなと思ってるね。バジリスク行きたいですね。絶対意味ないからね。付き合っていく意味ないもん。
ブロックだよ、そんなの。なんの人生の実りにもならないんだもん。確定じゃん。まあ、ニコ生だったらコメント稼げるっていうメリットあるかもしんないけど、ないよ、今。アンジと付き合っていくの。いや、あのね、当たったらハマった。当たったらハマった。出たらハマる。だ出なかったら面白くない。なんでもいいんだよ、別に。バジリスクは、だから、あれだよね。シンプルだよね、すごく。おーい、ありがとう。青すくさん、ありがとう。来た、これ。来た、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 ありがとう。かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。ありがとう。今日は手出し2を出す約束だからね。今日はな、今日はお前もリスク背負えっていうことで、リスナーさん1万負担で、俺が2万負担です。で、合計3万。リスナーさんが出した金額の倍出すっていうルール。ありがとうございます、アオスクさん。いつもすいません。石野くんの方法性完全に間違ってると思うんですが、和道さんの見解聞かせてください。石野の可能性を分かってない。石野このまま伸び続けるから。分かってない。石野下手したらトップ配信者になるよ。分かってない。最初はあれでいいんだよ。そうすると、こいつにアイテム与えたらどういうリアクションするんだろうということで、リスナーが増えてくると目立とうとする人が出てくるの。逆張りをする人って必ずいるでしょ。今、パイが少ないから嫌われキャラだけだけど、今、嫌われキャラが完成して、ヘイトで集めてるじゃん、人を。で、100人、200人ってなると、大手配信者とか投げるんだよ。大手、囲いとかが。要は、こいつ面白いっつって逆張りし続けるやつが出んの。だから、石野の勝ちだよ。キャラがブレなければ石野持ってくよ、あれ。うん、本当だよ。まあ、あと1週間、2週間とか、ここ1ヶ月、4月が動き、出るだろうね。うん。だから、石野がどれくらい稼いでたか知ってるから、FC2 で2ヶ月で30万だよ。しかもあのキャラでだよ。閲覧700とかだよ、FC2 で。化け物だったんだよ、あいつもともと。だから、それは石野の、黄金期を知らないからだよ。2、3年前の。で、全くやり方ブレてないから。絶対勝つよ、石野は。はるかに俺よりこう。ただ、まあ、アンチはすっごい増えるだろうけど。石野はもう乗ってきたら超面白いから、あいつ。今はまだ乗ってないから。リスナーが少なすぎるから。俺が、その、年下で、こいつやばいって才能を感じたのは、石野と柏木の二人だもん。こいつ、この二人が本気出したら絶対勝てないっていうのは。配信者としての話よ。本当に絶対勝てないと思った。面白すぎる。じわじわ頭角現してくるから。マジかよ、ピコ太郎、ピコ太郎ありがとう、ありがとう。来たぞこれ流れが。あれまさかの今日、まさかの旅前一発ギャンブル配信流れなんか来たんだけど、ありがとうみんな。お、スロット好きが集まってきた。アンチをへこますためにアイテム投げる。そう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 、そういうこと。だから突き抜けたら勝ちなんだよ。キャラがブレないで。すごい才能あるんだよ。ただね、まだ気づいてないんだよ。ようやくだからブレイクが始まってるから、このままヘイト集め続けたら石野は勝つよ。着々と来てるね。あと11発。あと11発。あと11発ですね。ありがとう、みんな。あと11発頑張ります。
あざーす。あ、11発じゃないか、12発だ、ごめん。間違えた。リスナー1万で自腹4万じゃないでしょ。バランスおかしいでしょ。俺が1万だったらその倍の金額の2万出すっつったのよ。嫌われキャラだけど、実はね、人懐っこかったりするのめちゃめちゃ。まだ見せてないんだけど、すっごい可愛い時があんの。石野って。まだ見せてない。あのね、お金に余裕が出てくるとクズっぷりが出てくるのね。すごい面白いんだよ、それが。どれくらいクズかっていうと、10万円入るじゃん。そのまま、風俗行っちゃったりするの。で、もう本当に金遣い激しくて、数万持ってて、3万しか持ってないのに、あと残り1000円とか、一晩で遊んじゃったりするのよ。で、何したのっつったら、風俗嬢に金渡しましたって。え、抜いたのっつったら、いや、なんか風俗嬢と話してたら、俺、なんか、こいつに支援したいみたいになったんすよ、つって。いや、お前支援されてる身分でなんで風俗嬢支援すんのって。惚れたのつって。いや、ブスですね、つって。めちゃめちゃ面白いんだよ。うん。ケンチさんありがとう、風船。何それみたいな。いや、俺も、女買うとかじゃなくて、女に金配る側になりたくて、とか言って。で、抜かないで来たのつって。抜かないっす、みたいな。衣装はもともと、そう、ニコ生とか FC2 とかなんだけど、今、ふわっちでやってて。すごい面白いよ。俺、こんなにハマった配信じゃないもん。衣装はドハマりした。ちなみに、浅井さんとも知り合いなんだよ。さっき来た浅井さんとも。才能の塊だから、本当に。超バカなの。底抜けのバカなのに、すっごいなんかひらめきとか言うの。働く意味がわかんねえっす。みたいな。なんで働くんすかみたいな。働く意味がわかんないっす。みたいな。哲学的なんだよ、すごい。なんかね、確信をついてるっていうか。ただ本人が働きたくないだけなんだけど。だけど、確かに働く意味ってわかんないよな、みたいな。おう、ひなた、いらっしゃい。いい子ください。めっちゃええ子何、いい子くださいって。いや、あれ、ひなたにしたのこじこじにしないんだ。変えたの、いやー、石野のこれからの活躍が面白い、楽しみだね。石野これからの大活躍が。いやー、まだは伝わってないんでしょ。伝わってないんだよ。石野の面白さがまだ分かってない。じわってくるんだよ、だんだん。ここもうね、底抜けだから、本当に。すごいんだよ。底抜けなんだよ、本当に。すごいよ。まだ頭角現してないだけだよ。喋り始めたらマジ面白いから。ピコ太郎ありがとう。ピコ太郎ありがとう。石野康介だね。抜群だよ。ただ今はまあ調子悪いっていうか、まだ感覚が、配信久しぶりだからね、調子に乗ったらすごいことになるからまあ今は嫌われ続けるだろうな。まだその爆投げの時期じゃないだろうな。いや、メモだよ。絶対伸びるから。確信がある。爆発的大手になるから。石野康介。覚えておいた方がいい名前だよ。爆発的に伸びるよ。確信がある。あいつの面白さ、俺は知ってるから。爆発的に伸びるよ。
いい時と悪い時のギャップがすごい。そうだね、キリッとしてるよね。でもね、なんか、結構哲学的なんだよ、本当に。なんか勘がいいっていうのかな。なんか考えてないの。なんかすごい面白かったのが、いや、和道さん痩せる意味がわかんねえっすよ、つって。デブでもかっこいいやつかっこいいっすから。なんか説得力あるじゃん。痩せればかっこよくなるって間違いっすよ。デブでもかっこいいやつはかっこいいんすよ。なんかかっけえな、こいつ、みたいな。なんかね、すごい哲学的なんだよね、かっこいいんだよね。なんか考えてないんだけど的を得てる時があるんだよ、まあ、ほとんど的を得てないんだけど。ほとんどかすってないんだけど、かすると面白いんだよね。芯にドカンとくるっていうか、いや、感じてる子なんだよね。あ、せっぱんありがとう、ありがとうございます。ありがとう、可愛がってくれて。俺にとって石野は結構大切な存在だから。全然嬉しいよ。石野には活躍してもらいたいし。あいつが元気そうですごい嬉しかったしね。もう、ずーっと1年ぐらい連絡取ってなかったから。まあ最後まで面倒見てあげられなかったかな、俺の力がなくて。申し訳ないよね。あと配信の企画で30万支援するっていう30万もそのまま使っちゃったんだよね、あいつ。すごいんだよ、本当に。企画に使うんだったらっていうことで30万支援があったんだけど、プライベートで使って終わったかも。いや、アイテムずれたなとは思ったけど。いや、もう僕はいただけるもんはありがたくいただきますから。気持ちよくいただきたいじゃないですか。俺の今日の格言。アイテムをくれるリスナーに悪い奴は一人もいないっていう。どんなに悪口をしても、アイテムありがとうございます。アイテムありがとう。アイテムをしてくれる人に悪い奴は絶対いない。アイテムくれる人はみんな俺のこと愛してくれてる人だから。あ、ワンピース読みてえな。なんかもう旅立つ前にワンピース読んで鼓舞したい。ニコロビン編読みたいな。行きたい。当たり前だ。あのセリフ超好きなんだよな。当たり前だ。本音を言え、生きたい。ワンピースいいよね、大好きだよワンピース。旅や。明日から旅に出るテンションがねえな。石野のアイテムもらった時の社交辞令こんな感じでいいって顔が縛る。いや、あいつ不器用なんだよ。本当に笑う時ってね、俺と同じで歪んだ笑いの時に本気で笑うんだけど、可愛いよ。俺と同じでね、やっぱね、人の不幸とかで笑うタイプの。ケタケタ笑うから。あ、ありがとうございまーす、みたいな感じでしょ。あ、ありがとうございまーす、みたいな。FC2 の頃からそうだと思う。あ、アイテムありがとうございまーす、みたいな。外国人か、お前は、っていう。出稼ぎに来た外国人かっていう感じで挨拶するよ。面白いよね。
あと11発。あと11発。奇跡起これ。マリーノさんさっき投げてたね。やっぱ気になるんだ。ああいうのがね、太いのつくんだよ。ああいうタイプは太いのつくんだよ。バレーニョさん絶対あれだもん。あの、大金持ちだもん。雰囲気でわかるもん。投げるとき、ガン投げするタイプだよ。無駄にうなずくし、いや、もう本当にね、みたいな感じが。また投げたくなるよ。雑な感じがね。雑っていうかなんか、あの、シャイっていうかね、なんかね、感謝をね、なんか表現するの苦手なんだよね、石野は。かわいいよ、すごい。絶対こびない。もうすごかったのが、女の子からリア突して、もうすごい、もう多分一生のことが好きだった女の子なんだよ。で、リア突して、一生くん、これって言って、食い物とかサプリメントとかいっぱい詰め込んでて、袋に。で、医師の俺考えられないと思ったのが、いらねえよ、こんなの。駄菓子なんかいらねえだろ、子供かよ。サプリとかいらねえわ。現金をよこせっつって、その場でディスってたからね。帰った瞬間。俺、こいつ本当にすげえと思ったもん。建前でも放送回ってるわけだからさ、本人見てるわけじゃん。絶対わかるわけじゃん。もうね、うまい棒とかいらねえ、バカにしてんのかとか言って。すっごいかわいそうと思って、その子。かわいそうと思って。ゆうりちゃんはどつ？俺はね、そう、金をよこせとか、すごいディスってて面白かったよ、ほんと。何しに来たんだよ、とか言って、すっげえディスるんだよ。もうさ、ありがたみとかじゃないんだよね、ほんとに。笑ったわ、マジで。マジで笑った。で、このね、これ、ああ、もう全然こびないよ。全然こびない。マジでこびないよ。すごいよ。だってあれだよ。ホームレスずっとやってたんだよ、石野って。要は、浅井さんと出会ったきっかけが、石野がホームレスになる時がきっかけの。石野が家、もうホームレスやりたいっつって、愚痴ったから俺の部屋にいて、頭きたから、じゃあ今から行こうぜっつって、外に引っ張り出したの。で、ホームレス、都庁前のホームレスのところ行ってたら、浅井さんがホームレスにおにぎり配ってて、夜中に。俺が NPO の人だと思って、縄張りを教えてくださいって言ったの。それであいつ1年、半年ぐらいかな、ホームレスやってたんだよ。だから浅井さんにずーっと飯食わせてもらったりとか。だから浅井さんと石野すごい繋がってんのよ、俺と。うん。昔のニコ生時代ね。めちゃめちゃ面白かったよね。あの頃。もうだって思い出しただけで笑うもん。でも根性あるよ。働くぐらいだったらホームレスやるんだもん。どれくらいいたっけ？覚えてないけど半年以上いたよ。で、真冬が来るっつって、このまま死んじゃうっつって、まさきさんがえ？逮捕されたことを教えてください。いや、ネットにいっぱい書いてあるから、検索したらいっぱい出てくるよ。2チャンネルとかで。2チャンネル見た方がいいんじゃない？レインボーさん。2チャンネルに書いてあるよ、いっぱい。2チャン見てください。和道で検索したら2チャン出てくるでしょ。出てくんのかな、今でも。2チャンネル、知ってた？みんな。2チャンに書いてあることって嘘一つもない。あ、指治った。
指治った。まあ、ここのマイケル・ジャクソン病が治ってないけどね。真っ白でしょ。2チャンネルって嘘一つもないからね。全部本当のこと書かれてるから。2チャンネルってすごいよ。2チャンに書いてあること全部本当だから。嘘一つもないから。内出血次の日治ったのは何だったんだろう。にちゃんは真実しか書いてないサイトだよね。びっくりするよね。にチャンネルで嘘書かれてることなんか絶対ありえないからね。にちゃんと雑談たぬきとハトロダには全部真実が書いてある。いや、わかんない。俺は全然連絡取ってないから。わかんない、わかんない。あ、はい、さよなら。めんどくさいでーす。はい、さよなら。腹減ったな。うん、はい、さよなら。はい、本当です。さよなら。もうめんどくせえな。何なんだろうね、こいつら。おお、いいじゃん、いいじゃん。アイテム入るようになった。バレーニョさんが流れ作ったんじゃん。よかったじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。そう、きっかけが必要だからね。最初に投げる人が一番勇気いるんだけど、一回流れをつかむとね、バーって来るようになるんだよ。そう、それをつかむまでが大変なんだよ。どうしよう、そろそろ配信終わろうかな。そろそろ配信終わろうかな。あと20分でダメだったら今日諦めるわ。20分でダメだったら今日諦めるわ俺。時間経ってるからね。明日から旅だし。
のんたんと過ごすよ。うまい。うん。雨の日は出るよ。雨の日は出るよ。何言ってんの。出る出る。むしろ雨の日しか出ないよ。マックマックマックのアップルパイシナモンいっぱい入ってるうまいんだよ。うちてえなー今日な。雨は出るよ。雨の日しか出ないよ。さあ残り18分、あと11発。来い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 頼む来いや。ありがとうレクチュー、ありがとうありがとう、サンキュー。よし。よし。よし。あとはもう10発一撃花火さんが来るのを待とう。超かっこいい人待とう。イケメン待とう。イケメン。グレート。エクセレント花火待とう。ラスト十何分。フリスクって、日曜日の雨の日って言ったら激アツ設定後の日。そうだよ。うん。そうだよ。フリスクじゃなくない？あの店。フレスコでしょ。フレスコな。古代！おはよう！ハート花火ありがとう！まだハート花火持ってる人いたんだ。ハート花火まだあったんだ。どんだけストックしてんだよ。出し惜しんでるなぁ。ありがとう。来た？これ。よし、あと9発。あと9発。あと9発でーす。さあ、来るかな？古代ありがとうね。さあ、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 どうなるかな？旅前の験担ぎ。でもやだな、沈んだ気持ちで旅出たくねえ。このまま気持ちよく旅出てえな。やだよね、もう疲れたわーとかさ、ぐだぐだ言いながら旅出んのやだね。同じ金額や、ハート花火も。全く同一の金額。ステッカー明日。うん。ステッカー明日。明日の夕方？明日の夕方届くね。ギャンブルで勝てるわけねえだろ。さあ、俺は負けに行くんだよ。誰が勝ちに行くんだよ。みんな見たいのは俺が無残に負けるところだから。俺は勝つなんて言ってないの。負けに行くんだよ。逃げるように旅立つ。ああ、かっこいいね。夜逃げ風に。夜逃げ風に逃げるっていう。それかっこいいね。
ありがとう。ありがとうございます。今日の軍資金3万じゃない、1万に減った。2万は手出ししろって怒られた。2万は手出ししなさいって怒られた。ありがとう、小大ちゃん。ありがとう。ありがとうございます。スロット配信見たいよね。残り8発。残り8名の勇者を待とう。ちなみにあと16分で、13分で放送切れます。自動延長を切りました。さあ来い、さあ来い。さあ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 。さあさあ、さあ来い。思考戦車 VS 素子みたいなもんだから、ね、そうだよ。単独で戦車とダダダダダダって乗り込んでんだよ。バレーニョさん、思考戦車とか、もうめちゃめちゃ広角好きな専門用語じゃん。広角知ってるじゃん、それ。お願いします。イケメンさんお願いします。イケメン来い、イケメン。スロット15万負けてますね、今月。たった3日で15万負けてます。いいんだよ、今日万枚出せば。シンプルに行こう。シンプルに行こう。今日万枚出したらプラマイプラスですよ。プラマイプラスですよ。15万負けてますよ。俺の1ヶ月分の取り分がなくなってるんだよ。負けてますよ。そうですよ。マッサン、そうですよ。万枚出せばいいんですよ。話早いんですよ。万枚出せばいいんですよ。そんな難しいこと言ってない。万枚出せばいい。難しくない。全然簡単だよ。誰でもできるよ。出せばいいんだよ。引きゃいいんだよ。そう。万枚出せばいいだけ。今日万枚出せばいいだけ。シンプルです。なんでスロット配信の時だけ閲覧300とか500とか行くんだろうね。意味がわかんないな。そう、万枚なんて座った瞬間出ますからもう。1000円で出ますから。じゃあ軍資金いらねえじゃねえかよって。座った瞬間にもうペカですよ。トゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。ありがとう。パッ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 、ありがとうございます。ありがとう。閲覧が稼げたけど懐にはきつらかった。なんだろうね、なんであんな人集まったんだろう。取り返そうじゃないよ、死にに行くん。特攻だから。クロージョーアイスね、瞳を閉じればだよ。風船10個ありがとう。そう、万枚なんて、奇跡なんて簡単に起きるから。たやすく起きるから。そんなに難しくないよ。風船90個ありがとう。そう。バジリスクに夢を見てるから。残り9分です。残り9分です。あと8発、花火8発上がったらスロット配信。残り9分で上がらなかったら、このまま放送終わりにします。よろしくお願いします。さあ来い、さあ来い。来い来い来い。さあ、残り9分。残り8発。出るかな?このままだと俺勝ち逃げだから、ね。6000円儲けて逃げる。窓が語る配信もいいけど、やけくそで配信も好きだ。生き様が出るよね、ギャンブルってね。人間の愚かさが出るよね。パチンカスってこうやって作られるんだなっていう綺麗なスキームができる。モデリングですよ。
パチンカスの作り方だよ。のんちゃん連れてこうか、今日。うん、のんちゃん引っ張ってくわ。もう出たくないって言うけど。隣につけてくわ。今日のんちゃん連れてきます。最後の日だしね。行きたくないっつうの無理やり連れてく。残り8分でーす。残り8分でーす。のんちゃんパチンコ強えかんな。頼む、誰か8発、誰か8発頼む。無理かな、厳しいかな、8発。験担ぎ来い、8発来い。いましたっす。あと7分、あと7分かーかー。難しいかな。今日は家でおとなしくしてる感じかな。8発来い、来い、ビル・ゲイツ来い。マジか、ありがとう、古代さんありがとうございます。クール3発ありがとうございます。あと5発あと5。来たこれ、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 来たこれ。ディアゴスティーニから。ディアゴスティーニの商売えぐいよね。あと5発、残り7分、残り6分、残り6分です。ありがとうございます。あと5発。あと5発。来た、ありがとう。1万で俺が2万手出し。リスナーさんが1万円分花火出したら俺が2万出すっていう約束。要は、ワドもリスク取れっていう約束だから。そがに、リスナーさんは1万リスク取ってよっていう。そういう約束で取り決めが決まりました。なんか全額リスナー負担は嫌だって言われて。じゃあ分かった、俺も手出し出すって言って。リスクしょうがないと嫌だって、リスナーさん。面白くないって。胃が痛いぜ。さあ来い、さあ来い、さあ来い。奇跡起これ。あと6分。あと5分あと5分無理か。いや、自腹5万じゃないって、きついって。きついって。リスナー1万ですよ。リスナー1万、ワド2万、3万勝負。バジリスク。まあ、バジリスクって名前がもうダメだかんね。リスクだからね。すごい、すごい名前だよね。バジリスクだからね。ああ、もう終わりか。タイムオーバーか。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあ、おー!イクさんありがとう!イクさんありがとう!これはどうだ?あと4発。ありがとう。あと5分。行かなかったら俺、懐に入れるかんね、この金は。懐に入れるかんね。あと4発。行くの?すげえ疲れるんだけど。もう寝たいよ。俺自転車で六本木往復してんだよ。寝てないんだよ。食った、マックだけかよ。いや、ポッケでしょ、そりゃ。ポッケだよ。そりゃそうでしょ。だからそう、それ最初から言ってたんだから。あと4発、4分。はい、終わりですね。ゲームオーバーだね、これは。はい、ありがとうございました。旅配信、寝かせないため、いや、もう終わりでしょう。はい。はい。すいません。ありがとうございました。多分4発上がらないんで、このまま今日は休んで、明日から旅配信行こうと思います。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。もし、興味ある人は旅配信フォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。150名のリスナーさん。ありがとうございました。今日はこのまま寝て、明日の旅に備えたいと思います。花火くれた人、すいませんでした。ありがとうございました。お疲れ様です、皆さん。お疲れっすー。
ありがとね、いつも見てくれて、フォローもたくさんしてくれてありがとう。お疲れ様です。残り3分、夜出発ですね。明日の夜中出発です。明日の夜中ですね、10日の夜中で、夜歩こうかなと思って、東京練り歩こうかなと。時間は未定です。明日中に旅に出ます。お疲れ、ありがとう、みんな。お疲れ様、お疲れ様、おつでーす。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。